さあ解説は廣中邦吉さんです。さあ廣中さん、まあ、この後藤陽区の方はデビュー戦以来4年白星から離れています。一方の石田拓吾の方は他のプロモーションでは2連勝中ではあるんですが、はいはい、今年はこれが初めての試合ということでシュートではまだ勝ち星がありません。はい、もちろん勝敗の出るもんですから勝つ勝たないというのはやっぱり一つの重要なポイントではありますよ ね、 そうですね。さあ後ろ回しを出していった柔道ベースと聞きましたが綺麗な後ろ回しも ね、はい、出して石田選手は高校大学大学は確か山梨学院大学ですかね。素晴らしい。去年9月のグラジエーターでグランドパンチの勝利、その前のグラジエーターは判定勝利ということで、まあ、ベースを決めて勝ちにつなげられる選手なんじゃないでしょうかね、うん、打撃もしっかりそつなくこなしそうですし、はい、相手の後藤選手も立ち技なんですかね。立ち技の選手っぽい感じですよね。まあ体が、まあプロフィールは178センチですから、うん、まあ、リーチが取れて、そうですね、打撃戦になりそうな感じですね、うん、まあ、少し前の結果なんですけど2019年はあの新庄決定トーナメント1回戦であの時高選手に V1 アームロックで敗れたりとか、まあ、なんかこう歯車が合わないときに飯田選手にバックチョーク、はい、バックチョークですね、去年で今年はグラジエーターで判定で敗れていると、うん、まあ、実戦からは2ヶ月ぶりということになりますが、うん、レコードではまあ今4連敗中でもあるということになりますかね。他のプロモーションも入れて勝ちが欲しいですね、うん、まあ、何かこううまく噛み合わない時っていうのもあるのかもしれないんですが、あー来た、連続的な動きで石田拓吾の方がテイクダウンに成功です。今外から足をかけました ね、 そうですね、蹴り足キャッチして綺麗なテイクダウンですね。さあここを石田がどう作っていくのか、また後藤の方はなんとかリカバリーできるのか。肘早い、肘あ早い、今マウントニアマウント戻る、戻す、立つ、動きますね、うまく立ちました。おっと今ストレートはどうだ、バランスか、うん、少しかすめたのか。その後入るね、そこ入れるね、まあ、際を制しにかかった後藤です。今の転換動きあって良かったですね。はい、そうですね、うん、下入っていきます。アースさんも来る、うまい、もうサイド、練習通りや、練習通り、タコ下見るな、下見るな、タコ、それそう、下見るな、もうちゃんともう手キャッチしてすぐ背中つかせたのでうまいですね、はい、ここまでは本当に下は早いです。ここバックを見せない方が後藤選手は、うん、後藤ですね。さあどうする、ナイス、足が1本かかっています。サイド、ここでサイド、まだ完全ではありません。サイド出ました、なんとかあーガード戻す、ここは後藤がうまく戻そうとしています。ガード、足を効かせます後藤、まあ、後藤もグランドディフェンスをしてるんですが ね、 そうですね、しかアンダーフックして起き上がろうとはしてるんですけど、はい、上の選手が肘もあります、トップキープうまいですね。まあ、石田の方がまあ柔道ベースというふうに考えすぎてしまうと、あの器用に肘を出すところなんかはうまいなと思うんですが、まあ、寝技とパンチをうまく織り交ぜながらというところですね。大丈夫や、大丈夫、全然大丈夫、そうそうそう、突き放して蹴り離そうという音を潜ろうというところ、いや、フロント首を抱えます、シングルを狙うこと、残り1分、第1ラウンド、残り時間1分、残り時間1分、さあここまでは両者動きのある展開を見せてくれています。スピードで行こうか、スピードで、もう慣れてきたやろ、全部カウンター回せれんぞ、ええよ、ハイでも打てるぞ。さあどうする、次の手はバックルでもええねん、ちょっと見合ってるか、全部合わせたで、行くで、来るで、まあまあ手の内を見せ合ったところですかね、ここが、まあ、さっきキャリーキャッチされたんで、はい、後藤選手もあんまり蹴り出せないなっていうのはあるし、はい、来るで、次ジャブかな、さあパンチで追っていった石田ですが、そうそうそう、ついた、左を伸ばす、残り時間30秒、残り30秒の1ラウンドはどうする、こないだったらアッパー打ってくるから、まっすぐ入れ、ええよ、入ってみ、まだ見ている、
残り15秒。ちょっと後藤が下がります。ちょっとこのラウンドも長そう。なるほど、時間はありません。1ラウンドもう終わります。さあ本番、第1ラウンド終了です。さあ1ラウンド、テイクダウンは石田ですかね。そうですね、はい。まあパンチも肘も入れてたし、はい、まあ、そこをジャッジが石田選手かなという感じだと、まあ、評価につながる部分だと思います。はい、そうですね。さあリライアブルの石田、あとは、まあ、後藤がこのテイクダウンを取らせないようにして戦えるかというのが2ラウンドですかね。うん、大事ですね、そこは。ここまでは今のところ石田が自分の試合を進めています。さあ後藤陽君、4年ぶりの白星つなげるためにはこの2ラウンド、セコンダーセコンダル。勝負をかける必要があります。ラウンド3ファイナルラウンド。さあ第15試合ライト級2回戦です。 70.3 キロリミットファイナルラウンドに入りました。1ラウンド優位に試合を進めたのは石田、画面の左テイクダウンを取りました。一方の後藤は、さあこのラウンドスタンドをどんどん手掛けてプレッシャーをかけようというところか。さあそこに合わせてテイクダウンを取れるのが石田です。まあ、蹴り足を取られたということで後藤もなかなか蹴り出しにくい部分があるんですが、さあ接近したところでも際を狙う、今のいいですね、はい、さあダブルで入ってくる。さあこれ切れるか、これを切れないと後藤はこのラウンドも苦しい方向に回ります。どうする、いや足をかけた、うまいですね。すぐ立てるか、まだ立てます、まだチャンスはあると思うんですが、さあ後藤これは廣中さん立たないとですよね。そうですね、まあ、でもそのままもうマウントぐらいまで上がれるくらい足がもう挟まれてるんでちょっと厳しいか、立たせればいいよ、立たせてくれるっていうのが立て立て立て、さあ立てるか、タクを立て勝負しめえぞ、逃げんでえぞ、寝かすに逃げるな、ポイントなんか取らせ、石田選手は右に回ってバック回る方がいいかなと思うんですけどね。ただセコンドは立て立てって言ってるみたいなんですよ。石田選手のセコンドが立てと、はい、すごいです。まだ行こう。ナイス。まだまだ。まだまだまだ。勝って勝負してるという。何か作戦というか、あるんですかね。まあ逆に、まあ、それを言ってしないっていう。そうですね。わかりません。さあ石田の方がどちらかというとこう冷静に進めているようには見えるんです。はい、まあセオリー通りといえばそうですね。テイクダウン取ってしっかり抑え、はい、殴ってっていうわけですから。さあ一方は後藤です。ちょっとこの状況ですとなんとか、まあ、スイープにかける、あでも足が両足がそうです ね、 そうなんですよね、またがれちゃってるんで膝の間に入っていますね石田の。こうなるとやっぱりちょっとこう足がつけないというか立てられないわけですね。でも無理に背中向けて逃げるかっていうか、はい、まあ、それを石田選手が誘ってるのかもしれないし、で飛び上がって今本当にマウントを狙いそうになってましたし、はい、ここです、ここです、後藤が、後藤が立てるか、立てるか、これ立てるチャンスです。少しバックも狙われそうですが、そのリスクを犯しても立つか、後ろに疲れます。ここまではなんとかこぎつけました後藤陽君。ここからさあ石田はもう一度だ、そうか、まだ行きます。さあ後ろから胴タックルの形になっています。これはリライアブル側ですね、後藤、あ、失礼、石田側に、下の陣営です。足をかけて寝かせます。うん、後藤は立てませんでした、しっかり立ちきれません。あ、肩固め、肩固め入る、狙える位置です。結構これはどうでしょう、パスしたいですね、そのままこのままパスしてしまった方が、はい、パスして決めに行った方がいいですね、はい、なんとか肘を張ってこらえようという後藤陽久です。これも殴らないでパスした方が絶対いいです。そうですか、はい、もう取れると思うんでここまで行けば。もうこれはもうパスどうでしょう。あと1本です。右足残っています。
なんとかこの右足を抜かしたくないというのは後藤でしょうが、肘も張っています。さあ肩固めを狙われている後藤です。あ、さあもう一度来る、どうだ、まだ足は残して、マウントですか、マウントしながら抜きたい、抜きたい、右足を右側に抜きたいですね。残り試合時間1分、残り試合時間1分、時間を見てますかね、それとも、いや決めに行ってほしいですね、はい、ここはもちろんシュートではまだ1本もありませんし、シュートで勝利もありません、この石田。さあどうする、殴ります、ここは殴ることをまず選択している。残り40秒、これ廣中さんならパスします、パスして、まあでも時間がまだ30秒なんで、はい、セコンドの人もまだいいって言ってるんで、あ、なるほど、ラスト全力で力を使って決めに行くのかもしれないですね。残り20とかですか、はい、そうですね、まあ、これパスしてほしいですね、マスパス、あ、行きますよ、うんと、もうマウントよりはパスしてほしいですね。おさあ20秒殴りました、もう取り行ってほしい、どうする、あ、いや殴る方、殴る方です、これでいければ殴る方ですか、ハンドアウト、あ、でもなくスリーパーの方です、スリーパー取った、組んだ、これは深い、入っていく、入っていく、どうだどうだ、決まっていく、決まっていく、うわ、これ押したか、押した、押した、お見事ですね、テクニカルな、テクニカル一本です。今タップできませんでしたね、そうですね、時間ギリギリだったですね、いやでも取りました、いや、お見それしました、はい、肩固め狙ってたわけじゃなかったですね、まあ、そこからバックとかパウンド狙ってっていう感じだったので大したものです。いやこれでプロシュート初勝利はなんと一本勝ちスリーパー、テクニカル一本で後藤陽希から勝利を取りました。シュートデビューして3年目に入っていますが、ようやく石田拓子初勝利を手にしました。しかも一本勝ちという、解説の廣中さんもお見それしましたというおまけがつきました。初勝利は嬉しいですよね、しかも一本ですからね。そして我々が肩固め肩固めて言ってる中でスリーパー取り切るといういや大したもんですよ、まあ、後でこれ本人が見ていただけるかどうか分かんないですけど、最初に言っておきます、石田選手大変失礼しました、失礼しました、お見事でした、見事な一本勝ち、シュート初勝利、後藤拓子です。